年は裁きを受けるべきです。皆さんこんばんは、お疲れ様です。安倍政権は福島原発事故が収束からほど遠い状況の中、今なお避難生活を余儀なくされている人がいる中、いい加減な基準で原発をベース労働電源として続々と再稼働しようとしています。2014年9月11日には仙台原発の再稼働を決めました。そして今回高浜原発の再稼働を決めました。きっちりした再稼働をするんであれば、きちっとしたルールというものがなければいけない。そういったものを全くやらないでやっている、これが政治であっていいわけないじゃないですか。原発の稼働というものは、危険な原発の稼働というものは、人格権、つまり憲法13条、憲法25条というものを侵害するものです。2014年5月21日、福井地裁は立派な見識を示しました。この見識というものをちっとも参考にもしないで、安倍政権は原発推進している、こんなこと断じて許してはなりません。国民の命と生活を守るのが政治です。安倍政権は危険な原発を再稼働させ、危ない食べ物が入ってくる TPP に参加に前のめり、そして日本を再び戦争する国にしてるじゃないですか。先日の痛ましい人質事件を利用して、安倍総理大臣は支持率が上がったということで、改憲への道筋、2016年参議院選挙の後だと明言しました。負けるな。安倍総理大臣は2013年7月1日、憲法上許されない集団的自衛権の行使を国権の最高機関である国会での議論なく、主権者である国民の信を問うことなく、形だけの与党協議と経て閣議決定で変えました。そして2015年通常国会においては、集団的自衛権を行使可能にする個別法18法、それどころか一括法まで考えています。日本の自衛隊を外に出せば日本がテロに狙われる、そういった可能性もあります。国民の命を守らない、そして生活を壊す安倍政権、絶対に許してはなりません。2014年の12月10日で特定秘密保護法が施行されて、私たちの憲法21条というものが形骸化しています。しかし日本国憲法はまだ死んでいません。これから日本の民主主義を守るために、絶対に負けることができない戦いです。国民の命を危険にさらす、生活を壊す安倍政権、絶対に打倒しなくてはなりません。そしてこの危険な原発の再稼働、絶対に許してはなりません。みんなの力でこの安倍政権叩き潰そうじゃないですか。皆さん力を合わせて頑張りましょう。ありがとうございます。